アドナン RKC はイラクバグダット出身の元プロレスラー。インディアンギミックのビリー・ホワイトウルフ、アラブ人ギミックのシーク・アドナン RKC などのリングネームを名乗り、アメリカ合衆国の各メジャー団体で活躍した。イスラム教のイマームを父に持ち、10代の頃に家族でアメリカのオクラホマ州に移住。州立大学でレスリングの選手となり、百五十九年に アドナンケイシーの名義でプロレスラーとしてデビューする。その後、インディアンギミックのベビーフェイス、ビリー・ホワイト・ウルフに変身。1960年代は太平洋岸北西部のパシフィックノースウエスト地区を主戦場にハワイやテキサスでも活動。1962年11月21日にはキング・イアウケアを破り、ハワイ版の NWAUS ヘビー級王座を獲得。 1963年は7月5日にマットドック、バションから NWA パシフィックノースウェイスとヘビー級王座を9月24日にマークルーインから NWA テキサスヘビー級王座をそれぞれダッシュしている。アメリカ国外にも遠征し、オーストラリアでは1967年2月11日にレイス・ティーブンスを下して、いわ世界ヘビー級王座を獲得。 日本には1964年4月、チーフ・ホワイト・ウルフのリングネームで日本プロレスの第6回ワールドリーグ戦に初来日。1969年1月には国際プロレスに参戦し、1月28日に東京の足立区体育館にて、ビル・ロビンソンの E は世界ヘビー級王座に挑戦した。1974年8月、本来の出自である。 アラブ人ギミックのシークオブシークスオブバグダッドを名乗り、ヒールのポジションで新日本プロレスに登場。フレッド・ブラッシーがマネージメントしていたニコ。キベイ後は、ベビーフェイスのビリー・ホワイト・ウルフに戻り、ニューヨークの WWF w、F、で、チーフ・ジェイ・ストロン・ボート、インディアン・タックを結成。GX 級ショナーズとの交想の末、1976年12月7日に、 WWWF 世界タッグオーーを獲得、翌1977年9月27日に、プロフェッサータナカミスター富士に敗れるまでタイトルを保持した。WWWF を離れてからは、ハワイを主戦場とし、キラー東・トーア、カマタや、リッパー・コリンズと構想を展開した。1981年、アラブ人ヒールのシークアドナの RKC に変身して、 アワに登場。クラッシャーブラックウェルを配下に引き入れ、シークスタイルのアヤトーラブラックウェルを名乗らせる。その後、アワの悪徳マネージャーだったボビー・ヒーナンからアラブマネーでケンパテラのマネージメント系を購買し、ブラックウェルのパートナーに起用。自らはプレイングマネージャーとなって彼らを指揮し、 1983年6月から1984年5月まで、アワ世界タク王座につかせた。以降も、マネージャーとして、アワに定着し、ブルーザーブロディや、アブドーラザブッチャーなど、特別参戦の大物選手も担当。アワ末期の1990年まで、リングサイドに欠かせない存在であり続けた。AL。 カッシエ・ウィズ・サドム・インザ・アーリー 1970S1990 年下期、アワデの構想相手でもあったサージェント・スローターのマネージャーとして、ジェネラル・アドナンを名乗って WWF に登場。同時期に勃発した湾岸戦争を追い風に、サッター・ムフセインの友人という設定で、スローターと共に大ヒールを演じる。あとに、イラン出身のアイアン・シークもカーネル・ムスタファの名で、 加わり、ハルク・ホーガンや、アルティメット・ウォリアーを相手に、WWF 版湾岸戦争を繰り広げた。WWF 対談後は1994年頃に、シカゴのウーフでカウボーイ・ボブ・オートンらのマネージャーを担当。近年は、居住先のミネソタにて、ケンパテラと、共同で、インディ団体ワールド・オール・スターレスリング・アライアンスをプロデュースした。ビリー・ホワイト・ウルフ・シーク。 アドナン RKC 以下はすべてビリー・ホワイト・ウルフ、名義での体感。NWA ・ミッド・パシフィック・プロモーションズ・パシフィック、ノース・ウエスト、レスリング NWA ・ビッグ・タイム・レスリング・ワールド、チャンピオンシップ・レスリング・ワールド、ワイド・レスリング・フェデレーションに以下は、シーク・アドナン RKC に変身後、マネージャーを担当した、主な選手。アメリカン・レスリング・アソシエーション・ワールド・レスリング。 フェデレーションアメリカンレスリングフェデレーション、ありがとうございます。